10月下旬、秋も深まり紅葉シーズンも終わりを迎える北海道道東地方。美しい大自然が広がる北の大地には様々な野生動物たちが生息しており、至る所で雄大な自然を感じることができる。道東を代表する観光地としても有名な阿寒湖。この湖を水源とする阿寒川にはトラウトアングラーを魅了してやまない魚たちが生息しており、北海道のみならず全国的に見てもトラウトフィールドとして名高い川の一つである。2018年最後のトラウトクエストは、満州の美しい大自然と豊かな魚たちに恵まれた北海道阿寒川が舞台。さあ、よさん、トラウトクエスト19回目になるんですけど、今回はどこに行くんですか？今回はね、背景にもね映ってると思うんですけれども、北海道道東を代表する阿寒湖、その阿寒湖をね水源とする阿寒川でちょっとトラウトを狙ってみようと思っています。そのね阿寒川で、釣れるのはね、主にレインボー、ね、ニジマスなんですけれども、本州はもうね、9月いっぱいでほとんどの河川が禁漁になってしまったという中で、ワイルドなねレインボートラウトが釣りたいなということで、今回ここまで足を運んできました。2018年もね、もうすぐ終わりなんですけれども、トラウトクエスト今年最後をね締めくくるいいトラウトがねぜひキャッチできるように頑張りたいと思います。今回お世話になる宿は阿寒湖のほとりにあるニューアカンホテル。バイキングでは季節の旬な素材を取り揃えた食事から北海道の名物料理まで楽しめる。阿寒湖の大パノラマを一望できる大浴場が旅人の疲れを癒し、また売店ではルアーやフライなどが販売されており、さらにウェーダー乾燥室も完備されている。このように釣り人のニーズに応えてくれるニューアカンホテルを拠点に、よっさんの旅は始まる。朝光前日、入念にタックルの準備をするよっさん。いやでもね、明日が楽しみだね。こうやってもうね準備をしている段階からねこうワクワクしてんだよね。もうほとんどこう妄想の世界。でもね、釣り人はおそらくみんなねそうだと思うな。2018年最後のトラウトクエスト、北海道阿寒川を舞台にレインボートラウトを狙っていく。さあ、ネイティブフィールドへスキルアップのヒントを探しに行こう。トラウトクエスト、今回の舞台となるのは道東に位置する阿寒湖を水源とし、全国屈指のメジャーフィールドとしても有名な阿寒川。その豊かな流れには多くのトラウトたちが息づき、アングラーたちを魅了している。クエストフィッシュはレインボートラウト。北海道の大自然が育むレインボーはスーパーレインボーとも呼ばれ、80センチオーバーも決して夢ではない。それは全てのトラウトアングラーの憧れともいえる魚なのである。そして番組の主役はこの人、渓流でのルアーフィッシングを得意とするよっさんこと吉田和則。数多くの釣行で培った知識と経験を生かし、愛するトラウトとの出会いを求めて時間を見つけては全国の河川に足を運んでいる。
長考初日。果たしてフィールドにはどんな宝物が落ちているのだろうか。いよいよアカンガーでトラウトとの真剣勝負がスタート。クエストザフィッシュ。よし、じゃあまずね、ちょっと反転流を絡めたポイントからね、狙っていきましょう。朝一なんでね、やる気のあるやつはもうすぐねチェイスしてくると思うんで、まずはそういった魚をね探して、で昨夜ね、かなり、まあ昨夜っていうか昨日ね、かなり雨が降ったんで、その辺の影響がねいい風に出ればいいんですけど、昨日から降り続いた雨の影響で川は増水、水位が上がったことによりトラウトたちの定位する場所も変わってくる。そのためまずは魚がどのポイントについているのか広範囲にサーチしていくことが一匹への近道。はじめに流れによってできる反転流から攻めてみる。おそらくいつもよりね、昨日の雨の影響で水位も上がってると思うんでね、魚がどこについているかまず探しながらやっていきましょう。おそらくね、緩い流れに入ってると思うんだよね。今日でもね、このポイントに着いた頃はね、気温が2度、かなり寒かったんでね、おそらくね、水温も結構低いと思うんだよね。まあ、どのぐらいかまず測ってみましょう。うん、 11.6 度、まあ、そんなにね思ったほど低くないんで、まあ、魚がいればね、全然反応してくれる水温なんで、まあ、じっくり狙っていきたいと思います。またね、俺ね北海道だからね、外気温が2度で水温1桁だったらどうしようかと思ったんだけど、まあまあ2桁あるんでね、可能性はあると思います。割とねこういう浅いね、流れの緩いところにね逃げてるやつもいると思うんだよね。最初のポイントでは反応を得られず川を下る。ルアーをティーグラビッツ50ミリのシンキングタイプに変更し探っていく。こういうね流れがちょっと緩くて、で、まあ、魚の隠れそうなポイント
こういうとこもねしっかりルアーを送り込んで探っといた方がいいよね。あのトラウト類っていうのはこういうねやっぱり隠れられるところ、自分の身をね隠せるところっていうのは好きなんで、まあ、いればね口を使ってくれるといいんだけど、1、2本入ってると思うんだよな、こういうとこ。おーた、食った、ほら、食った、食った、食った、ほら、あー、外れた。でかかったね。いたでしょ。ファーストバイトはもはやお約束とも言える、あー、外れた、バラシ。北の大地でも皆さんの期待は裏切りませんよ。いやー、バレちゃったね。まあまあでもいたよね。でしかもね、あの結構いいサイズだった。もう見た感じは80ぐらい。いやでもね、やっぱりほらさっき言ったようにね、こういった緩い流れの中に停止してるやつで、ああいったね、あのローライトのところに身をね隠して、でまあ何か流れてくればポッと口を使ってくれる。あー、惜しかったね。まあまあ、あのね、まだ今日スタートしたばっかりなんで、こういった釣り方でね、おそらく釣れると思うんで、どんどんやっていきたいと思います。時刻は午前7時。さあ、気を取り直して、まずはクエストフィッシュ、お願いしますよ。